惑星地球軌道上へ侵入を図ったアバロンの船を撃破。搭乗員は地球は人類のモノ連合だと名乗っていました。ご苦労だった天道蘭君、音無霊君、下がって休んでくれたまえ。デイル・メッサー監察官。なんだね、音無霊君。最近テロリストの進行が頻繁になっている気がするんですが。気がするどころじゃないだろ、俺たち出ずっぱりじゃないか。ラッちゃん、テロリストは地球から七瀬一家を排除しろと主張しています。七瀬家を何とかしない限り侵入は止まりません。強行手段は取れないですが、対策は講じてある。対策？結果が出るのを待ちたまえ。恋はインパクト。お兄ちゃん、朝ですよ。早く起きて。いた。君、ねぼすけね、朝ごはんできてるよ。え早く支度して、みんな起きてるわよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、おはよう。おはよう。一番遅く起きてきて、おはようもないわよ。あ、急がなくちゃ。はい、お兄ちゃん、召し上がれ。あ、ありがとう。いただきます。お父さん、コーヒーのおかわりいかが？ありがとう、でももう出かけなくちゃならん。あ、凛ちゃん、私にちょうだい。りんちゃん、お父さん、今日は遅いんですか？いや、定時には帰れると思う。じゃ、行ってくるよ。行ってらっしゃい。あんた遅れるわよ。あ、いけない、遅刻。お弁当持ったの？お兄ちゃん、早く早く。あ、行ってきます。ランラランラランララララ。ねえ、君誰？早起きすると気持ちいいでしょ？感謝してよね、お兄ちゃん。あ、どうしたの？早く行きましょう、お兄ちゃん。あ、お姉ちゃん、今日は燃えるゴミの日だからね。分かってるって。もういつも間違えるんだから。ナルーちゃん、ナルーちゃん、おはよう、カズト君。おはようございます。あれ、今朝はナルエと一緒じゃないのかね。あ、イエス。おさん、おはよう。あ、おはよう。ごめん、急ぐから。ナルーちゃん、あったの？あんた誰？ああ、おっさんの妹か。おはよう。おはようございます、田中さん。おっさん、どうしたんだ？なんだか、ナルエさんと喧嘩したみたいです。喧嘩？朝から元気だな。田中さん？お先に失礼します。田中様、遅刻しますよ。お、行ってきます。おはよう。ナナセ、ヤギさん、どうしたの？いつの間にか宇宙人と仲良しになったのね、SF 博士。うるさいわね。怖い。キョウ君。ん？ねえ、
れ見て。なになに。あら、お兄ちゃん待ってよ。あれって七瀬の男。あら、また新しい女の子。ねえ、どうしたの、怒ってんの。もうすぐに怒るんだから。お兄ちゃんかわいいね。話して、一体君は誰。僕には妹なんていない。そんなひどい。お兄ちゃん、のいいこと、イチャイチャしちゃってさ。やっぱり宇宙人には八方足じゃないとダメみたいね。人間は人間同士ってことで。あんたたち何言ってんのよ。あら、ちゃんと教えてあげただけよ。ねえ。八方足って。やばいだ。ナナセ、七瀬。八木さん、どうしたの。七瀬らしくないじゃないの。なんだかよくわからない。もやもやして苦しいの。授業始まっちゃうよ。たまにはサボりもいいよ。小さい頃からさ。え、私小さい頃から一人でいることが多くて、家に帰っても誰もいない。だからいつも本を読んでたの。うちにあった本ってそっちの関係が多かったから、知らない間に宇宙に興味持っちゃって、夜になると星ばっかり見てた。私にとって宇宙は唯一心安らげる大事なもの。だからあんたが宇宙人だっていうのが許せなかった。私の大事な宇宙を取られちゃうような気がしてね。七瀬が宇宙人であろうがなかろうが、私の宇宙はそこにあるのにね。どうして私にそんな話を。宇宙人も嫉妬するんだなって思って。嫉妬。誤解、思い込み、勘違い。嫉妬の原因ってそんなものが多いんだと思う。このモヤモヤは嫉妬。気になることがあったら直接彼に聞いてみたらいいと思うよ。うん。うわあ、リンちゃんっていうの可愛いな。僕とも友達になってほしいな。俺今度の日曜日空いてるんだ。デートしよう。バカ、おめえその面でよく言うよ。ねえねえ、みちゃん、趣味って何。私、学校のことを何にもわからないんです。皆さん教えてくださいね。はい、りんちゃんのためなら何でもするよ。我らのアイドル、りんちゃんを囲む。あら、またあの子よ。朝デレデレしてた子ね。何よ、少しくらい可愛いからってのぼせるんじゃないわよ。あたたたたたたた、りんちゃん、お菓子にジュースはいかがですか。もう何すんのよ。リンちゃん、カズト、いくら妹とはいえお前我らがリンちゃんに接近最初の時だ。離れろ。僕は何も。リンちゃん、これこれ、ジュースにお菓子一緒に食べよう。ちょっとちょっと、 あんたたちどういうつもり。どういうつもりって、我らがリンちゃんに文句つけるのか。大体あんたたちちょっと可愛いってだけですぐのぼせるんだから。そうよ、最低バカみたい。なんだ、相手とはなんだ。僕はピンチを守るぞ。お前たち、みんな仲良くしてください。Ah!
今ナルエちゃんの声がしたような。あの、何？お兄ちゃん。リンちゃん、君、僕の妹なんかじゃないよね。あ、ごめんなさい。やっぱり分かっちゃいました？君は誰？私は宇宙から来ました。宇宙から？はい、星船からずーっと地球のことを見ていたんです。カズトさん、あなたのことも。え？誰にでも親切で、ナルエさんが宇宙人だと知った時も動じなかったとか。私、ナルエさんが羨ましい。親切ったって気弱なだけだよ。これといった取り柄もない。ナルエちゃんは付き合ってくれているけど、僕なんかでいいのか、いつも不安で。私思うんです、自分がダメだって思える人ほどいつか頑張れるって。え？悔しい、負けないぞ、そんな気持ちが世界を形作るんだって。リンちゃん。なんで邪魔するのよお姉ちゃん。お帰りなさいませ。バチスカーフ、ナルエに説明してあげて。どういうこと？実は今朝から何度も精神コントロールパルスをキャッチしました。発信源を探ったところ、カズト様と一緒の少女だと判明しました。彼女は間違いなく私と同じ貴族です。貴族？我々はメカニカルな人工知性体です。私のような宇宙戦艦の他に船体を持たない戦闘機タイプの貴族もいます。おそらく彼女はそれでしょう。どうして貴族がカズちゃんを？目的がわからないのです。なぜカズト様にあのようなパルスを送ったのか、それで注意を促そうと思いまして。あなたは？七瀬ナルエさん、すぐに桜の小公園に来てください。でないと、カズトさんを取っちゃいますよ。どういうこと？カズちゃんをどうするつもりなの？カズちゃん。ナルエ！カナカ様。あ、カズちゃん。ナルエちゃん。あなた、カズちゃんからすぐに離れて。え？黙って見ててください。カズトさん、キスしてください。え？私にキスしてください。何を君は。やめて！黙って見ててください。ダメだ。はい。七瀬一家を惑星日本に連れ戻すことにより、
テロリストの大義名分は失われる。七瀬成江君が惑星地球を離れる気になってくれさえすれば目的は果たされるだろう。そのための鍵を握るのが飯塚和人君だ。言うまでもないが強制手段は取れない。体を傷つけるわけにもいかない。さらに朝倉凛君、君には守るべき三つの掟がある。はい。ですがどうして妹になりすますのですか？恋はインパクトだ。恋ですね。わかったなら行きたまえ。はい。どうしたの？カズトさんを引き離すべく監察庁から送り込まれた貴族です。監察庁が？なぜそんなこと？すみません、貴族である私は命令に従うだけです。カズトさん、あなたの感じたときめきは作り事です。私は心理パラグラフに従ってどなたの好みの女の子でも完璧に演じることができます。騙したってこと？でも他の人の心は精神コントロールパルスで操ることができたのに、あなただけは支配できなかった。カズトさん、あなたは自分で思うよりすごい人ですよ。りんちゃん、まったく無茶するぜ。ほんと傷だらけじゃない。失敗しちゃいました、ごめんなさい。さあ帰りましょう。カズトさん、彼女と仲良くしてくださいね。え、ああ。ナルエちゃん、ごめん。どうしてカズちゃんが謝るの？彼女は監察庁が私を連れ戻すためによこしただけ。カズちゃんのせいじゃないわ。でも、僕。あ、わかった！カズちゃんあの子のこと本気で好きになっちゃったのね！違うよ！もう許さないんだから、目をつぶって歯を食いしばれ！はい。
らどうなるの？え、お姉ちゃんプールに行きたいの？もうしょうがないな。じゃあ市民プールにしましょ。安上がりだし。次回なるえの世界プール危機散髪、あなたの胸に直撃よ。